ソルト2は発光していないのか。ベースの核兵器を数だけじゃなく運搬手段まで含めて制限できる条約、長い折衝の末に調印までこぎつけたが、その暮れにアフガン侵攻が始まった。タイミングが悪い。あの時も大統領はソルト2の交渉中だった。あんたがピースウォーカーを止めようとしていた、まさにその時か。うん、話は聞いてる。当時のフォード大統領はウラジオストクで書記長と会談中、本国で留守番してた連中はピースウォーカーから発信された偽の核発射データを確認、報復核を撃とうとしていた。人間は核を撃てない。コールドマンの読みが外れたんだ。あの時あの AI が、いやザ・ボスが偽装データを止めてくれなければ核は撃たれていただろう。核抑止は幻想だった。あんたと彼女のおかげだ。米ソ会談は難航してたんだ。それが急にまとまったのはあの事件があったからだろう。だがまあ結局は。時代で政治は変わる。厄介な生き物だ。俺があんたと知り合ったのはもう20年も前だ。場所はソ連領ゼリノヤルスク。俺たちは敵同士だった。俺はグルー、あんたはまだアメリカのために戦っていた。1964年スネークイーター作戦、目的は伝説の兵士ザ・ボスの抹殺。その任務を遂行したあんたは国に帰り、ビッグボスの称号を得た。ゼロはそれからザ・ボスの意志を引き継ぐために人知れずある組織を築いた。当初のメンバーはこのスネークイーター作戦に関わった面々、アメリカからデイビッド・オー、すなわちゼロ少佐、ドナルド・アンダーソン、通称シギント、作戦ではパラメディックと呼ばれていたクラーク博士、そしてあんたの4人、中国からはエヴァ、ソ連からは俺オセロット、全部で6人だ。政治が決めた敵味方なんて関係ない。西も東もない。俺たちは自分の意志で加わった。目的はザ・ボスが命を落としても叶わなかった願い、世界を一つにすること。そのためにゼロが中心となってスネークイーター作戦で手にした闇の軍資金、賢者の遺産を使った。この組織が後のサイファーだ。あれから俺は大変だった。あんたが手にした遺産はまだ半分、その残りの半分を探していたんだ。見つけた金はゼロに回した。あんたが希望した通りだ。信頼していた。俺たちはそれがザ・ボスの意志だと思っていた。それもゼロがあの計画に手をつけるまでだ。恐るべき子供たち。ゼロはそう言っていた。あんたはゼロから離れた。エヴァも離れ、アンダーソンとクラークだけが残った。俺はその後もゼロと接触を、いや互いに監視を続けていた。目的は常にあんただった。あんたは陸軍に移り、自分の部隊を作った後はアメリカを出た。その後一時期は俺もあんたを見失っていた。おそらくゼロも。かくれんぼであんたに勝てる奴はいない。ゼロが作ったサイファー、世界中に張り巡らせた情報の動脈、静脈、神経、世界を一つの生き物にするための結びつき。だがそれは本質じゃない。あんたというゼロにとっての通点が今どこにあるかを感知するための座標でもあったんだ。ゼロはあんたが原点から離れるほど自らの存在を大きくしていった。まるであんたとの距離を埋めるようにな。だがやがて少佐は姿を隠していった。接触があったのはわずかな人間だけ。俺もしばらくはその一人だったが、あんたが眠ってから1年も経たないうち、ある時を境に俺は完全にゼロの姿を見失った。それからは一度もゼロを見ていない。衛星、通信、写真、どんな噂話でもあらゆる直接的間接的方法を駆使したが、ゼロは消えた。だがその力はなくなっていなかった。むしろ統制を失って肥大化していった。
サイファーという巨大な哺乳類はゼロという脊椎を失った。だが今もまだ生きている。成長を続けている。その体はスカスカに腐って、腹綿には寄生虫が這いずり回っている。この寄生虫こそがあんたを襲った連中だ。9年前のカリブ海、それからデキリアの病院でも。連中はサイファーの隠密部隊 XOF だ。 XOF はあんたがあの病院にいることを嗅ぎつけた。それであんたを殺しに来たんだ。